ね、いろいろ場所を変えてやってきましたけれど、ね、今回このオーシャンビューガーデンということでね、銘打って、ね、ここを会場ということで、やりました、ね、まだまだ、作ったばかりなんで手作りですけれど、また来年再来年ね、どんどんと、ね、進化していきたいと思いますので、ね、そして皆さんをね、一緒に音楽、ね、いろんなジャンルを楽しんでもらえればと思います、ね、今日ははるばる、ね、ウィーンからウィーンフィルハーモニー管弦楽団のカール・ヤイトラーさんも、ね、お招きしておりますので、ね、その素晴らしい演奏を、ね、皆さんで楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、それではね、開会宣言というのを、ね、やってもらいたいと思います、ね、赤川音楽祭実行委員会横山さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。あ、いい感じですね。本日は赤浜オーシャンビューガーデンカール・ヤイトラーメモリアルにようこそ。毎回来ていただいた方も多いと思いますが、今年はまた一段と眺めがいいと思います。いつも花火はこう松の木越しでしたけど、今日はもうバッチリ見えると思いますので、皆さんぜひ楽しんでください。そしていくつかお知らせがございます。まず毎回申し上げておりますが、大変恐縮でございますが、楽しく飲んでいただいて周りの人に、バンブーのゲート、その脇にお医者様も待機していただいておりますので、何かありましたらぜひ会場の係、またお医者様の方に行っていただきたいと思います。それでは皆様、最後までぜひ楽しんでください。ありがとうございます、ね、横山さんの、ね、元気な挨拶で始まりました。さあ、そして、続きましては来賓挨拶ということで、高木市長さん、お願いします。いいじゃね。皆さんこんにちは。じゃあ、申し訳ないですが、市長はちょっと公務のため来られないので、私は副市長の小島でございます。市長も3年ぶりということで、ここに来るの本当に楽しみにしてたんですが、東京でのちょっと仕事が入ってしまい、残念ながら、ここに出席できない、本当に残念がっておりまして、皆さんとここで3年ぶりに会いたいと思ってたと、その気持ちをぜひ伝えてくれということで言われてまいりました。で、ちょっとこの場に合うか合わないか分かりませんか。多くの観客の皆様にご来場いただき、盛大に開催されますこと、心よいお喜び申し上げます。今回は3年ぶりに会場が赤浜に戻ってまいりました。この会場、ウィーン音楽を中高生に指導いただいたカール・ヤイトラー様の功績を称え、カール・ヤイトラーメモリアル赤浜オーシャンビューガーデンと命名され、11回目を迎える赤浜音楽祭が大いに盛り上がることと思います。今後も赤浜音楽祭を多くの皆様と共に盛り上げ、そして新たな皆さん、そして会場に集まってくれるオーディエンスの皆さん、そしてミュージシャン、何より素晴らしいスタッフの皆さんに感謝いたします。そして今回はなんと新しい企画として、カール・ヤイトラー厳選のワインをとありました。これを一生懸命買ってくれたのは緑工房の我が親友小山義之君、そして我がおじ長久保和彦さんです。どうも。まだ切り株がですね、ところどころ残っておりますので、足元には十分にご注意くださいね、皆さん、ね。そしI'm gonna make it.
すごいな。みんな、ビートのご当地アイドルに負けちゃってます。ダメだねこれね。何や、写真撮ったらダメちゃう。どちらでも。多分あのアイドルと一緒じゃダメなの。アイドルを撮んないんだから。あ、そうなの。ウィズインがダメなの。ウィズインがダメなの。あ、本当は小山さんに挨拶をもらうわけだった。ごめんごめん。来年来年来年。いい曲だなこれ。
常ネギ。